っぱりこういうのが1個あるだけでも気分が上がりますね、うん、こういうのは買ってよかったなって思います。どうもショッピンです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。まあとは言ってもこれは昨日買ったお花なんですよ。だから3月1日に買ったお花なので2月に買ってよかったものではないのでこれはちょっとパスですね。今回は2月を振り返った時にあこれ買ってよかったなって、まあ、僕が思ったものをシェアしてみようと思います。まず1つ目はもう早速ここに写ってるんですけどもこれですね、はい、この一脚です。はい、まあ、カメラ用の一脚ですね。これ早速この時点でいやショッピーさんそれ全然参考にならないですよっていうふうに思うかもしれないんですけどもこれは僕の中では2月想像以上の働きをしてくれたらっていうやつなんですよ。前回中島さん家に行って断捨離の手伝いをした時にああ一脚いいなスペース取らないしって思って欲しいなって思ってたんですけど、まあでも、まあ、ちょっともうちょっと考えてみようと思って、まあ、かれこれ4ヶ月ぐらい迷ってました。で前回使ってた三脚がぶっ壊れてしまったので今回一脚を買ったわけなんですけどもいや想像以上に便利ですね。だってこうやって移動してここにペッて置いてもこのまま離せますし、まあそれは三脚も当然なんですけども、まあいかんせん僕の部屋って狭いので6畳ワンルームで大学生の一人暮らしみたいなお部屋なので、まあ狭いんですよね。なのでまあスペースはなるべく取りたくないと言った時にこの一脚は本当にスペース取らないですね。めちゃくちゃ便利です。一脚の付け根の部分がだいぶ弱いのでこうやってグラグラしてしまうっていうのがまあちょっと難点かなっていうふうに思います。この動画を見てくれている人の中で、あ、ショッピーさん、僕も、私も一脚を買おうと思っていたんですよっていう人は、まあいないかなというふうに思いますので、まあこの辺で一脚の話は終わります。次に2月に買ってよかったものを2つ目です。まあもう見えているんですけども、はい、こちらのシャツですね。はい、このシャツ買ってようかなって思いました。これを買ったのは2月の後半ぐらいなんですけども、のんびりミリオネアのプログラムに参加をしてくれたおしゃれな男性がいまして、で、その人と中島さんとズームでお話をしているときに、なんか、おしゃれですね。そのシャツどこで買ったんですかっていうふうに聞いたんです。そしたら、あ、H&M で買いました、みたいな。教えてくれて、生地もしっかりしてるし、値段もお手頃だしっていうことで、あ、僕も、あ、いいなと思って、H&M に行ってきて買ってきました。名前はちょっとよくわからないんですけども、青と白のしましまって感じです。オフィスカジュアルっていう感じでビジネスシーンでも使えますし、完全プライベートなシーンでも使えるっていうそういうシャツです。で、僕なんでこれを買ってよかったのかっていうと、爽やかで見るだけで気持ちが上がりますよっていう風に、まあ、いろんな人から言ってもらいました。僕はその半年前の動画を見てもらえればわかると思うんですけど、全然ファッションに興味がなくて、とりあえずもう大事なところだけセクシーゾーンだけ隠せればいいやって感じで思ってたんですよ。なんですけど最近ここに来て、まあ、彼女さんからいろいろアドバイスをもらってファッションのブラッシュアップをしてました。僕に会いに来てくれた人たちの気持ちも上げられたらいいなと思ってるんで、まあ、これからの僕はファッションのブラッシュアップっていうのをやっていこうと思っています。以上ですね。ショッピーさん2着、2個しか買ってないんですかっていうふうに思うと思うんですけど、いや別にそんなことなくて他にもいろいろ買ってたと思います。想像以上の働きをしてくれたっていう意味で、今回はこの一脚とシャツの2つ、2月に買ってよかったなって思ったものとして紹介をさせてもらいました。何にお金を使ってるのかって言ったら、まあ、家族だったり、彼女さんだったり、あとは仕事ですね。仕事でお金を使ってるって感じです。はい。あと、あと言い忘れたんですけど、あとその買ってよかったもの以外にももらって嬉しかったものっていうのもちょっと紹介させてもらおうと思います。今回2つなんですけども、まず1つは、パジャマですね。彼女さんからいただいたパジャマなんですけども、あと僕1人だったらこんな可愛い水玉模様のは買わないって思います。そうなんですけど、実際に着てみたら意外と自分でもまんざらでもない感じで似合ってるなっていう感じで思いますので、そう、まあ、こういうのも普通にもらって嬉しかったです。あともう1つは、セミナー、のんびりミリオネアのセミナーをやった時に、オーティスさんから出ている、ヘアジェルワックスですね。髪の毛がプラスチックになるぐらい固まるワックスなんですけど、これをもらったんです。で、これ僕普段使っていてものすごい気に入ってるんで、こういうのも消耗品で、まあ、いつかはなくなるものなので、そういうものをこういただけると結構助かるなっていう意味でのありがたい感じでした。はい、ということで、まあ、今回の話をまとめると、まあ、買ってよかったもの、あんまり参考にならないかもしれないんですけども、一脚とこのシャツの2点が2月買ってよかったものです。で、最後に少ないもので生活するようになって、その
取り入れるものは厳選するようになってから、買う前にものすごいいろんなことを想定して、使うことを想定して買っているので、その買ってよかったっていうのはあんまりないっていう、その感情は減りましたっていう、そういうお話でした。まあ、とはいっても僕もまだまだ買って普通に失敗することはあります。2月の段階では、スーツケース買って失敗して速攻ヤフオクで売ったりとかしましたので、はい、ということで、まあ、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。